先ほどよりちょっと上流になってます。令和5年11月8日です。ここを上流しました。ここにね、向こうっかり淀見が見えてますね。あゆは岩の国です。雨でちょっと水が増えて流れが速くなってます。で、あと木の根っこがあります。あそこ隠れがある。木の根っこ、あれ隠れがなくて、ここにいる岩のがいる。27、8センチの細い岩です。
流にもちょっとポイントがあるというのが、ちょっといいかもしれない。どれかというと、それで言わな自分がいるってことはドラム村にいますはいないって。先ほど釣り落としたやつがね、やばいぞと教えなければいいんですよね。教えると来なくなる。
昔からね、なりかけってこれもありますね。32、3センチですよね。そうです。うん、マークがね、うっすらとついてる。アンゴスからね、不安になりかけてる。これは海より川のがいいよって感じで、よって感じですね。そういうのを気がしますよね。あの今度終わりに近くで最後はね、おじいさんがやってるんだよ。みんなどうしたどうした。15センチしか残んないね。パーマークがこんなはっきりしてる。の産卵に参加するヤマメです。ああこれも、ああ鮭に噛まれたのかな。鮭に噛まれた。ああこれは意外と思う年取ってるな。体が荒れちゃってるから、川で泳ぐとね、何年も生きてる。川に、残って生きてるオスヤマメが何年も生きてて、サクラマスの産卵に参加するという養殖場で聞いた話。だからこれはもう肌が荒れて、おじいさんが参加するんだね。
33cm。 33cm の網場所です。Tonight, yes.